皆さん明けましておめでとうございます。今日は1月3日ということでですね、2022年の献血染めにやってまいりました。今日はどこかと言いますと、千葉県の柏市です。柏の献血ルームってですね、自分にとってはホームの献血ルームで一番自宅から近いということで、実は第1回目のこの献血なんてどうでご紹介しているルームになります。第1回、もう何年前だったでしょうかね。特にルームが変わったわけではないんですけれど、もう20回をこのシリーズも超えましたので、久しぶりにもう一度柏のルームをご紹介しようと思います。それにしてももう今日はですね、お正月らしい本当にいい天気になりました。気持ちよく献血に行けそうです。では早速2022年の献血染めルームに行ってみたいと思います。
無事350回目の献血が終了いたしました。柏献血ルーム、もう僕は30年くらい前から通っているんですけれど、いつだったか20年ぐらい前ですかね、移転をして今の位置になりました。20年も前というとですね、だいたいどこのルームもちょっとこう事務的なというか事務所っぽい雰囲気だったりしたんですけれど、確かに移転前の柏のルームも本当に事務所的なルームでですね、それが20年ぐらい前に多分移転をした時には本当におしゃれになってちょっとびっくりした記憶があります。でしかも今それから20年以上多分経ってますけれど、ご覧いただいたように全く古さを感じさせないですよね。全体的に木材をたくさん使った内装で、ちょっとこう赤系というか茶色系のインテリアで統一されていて、すごくあったかい感じがする、決してそして古さを感じさせないという、そういうルームです。そして柏といえば J リーグの柏レイソル、やっぱりユニフォームなどの展示もありました。なんかもうちょっと広いところで目立つように展示してもいいんじゃないかなという気もしましたけれど、やっぱりこれも地域密着のいいルームだなというふうに思います。そしてロケーションは柏駅の東口を出てそのまままっすぐ行けばあっという間に着きます。徒歩ですとだいたいどうだろう、30秒1分かかるかどうかという感じだと思います。ビルの5階でした。いつもだと駅の前のデッキのところで呼び込みもやっていますので、多分東口を出ればすぐに見つけられると思います。越しの際はぜひ呼び込みとかの案内も活用いただければというふうに思います。またルームのスタッフの皆さんにですね、本当によくしていただいて、気持ちよく撮影の許可もいただきましたし、スタッフの皆さんから撮影中にもお声掛けいただいて、私も本当に気持ちよく撮影することができました。この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。柏はこの統括地域、松戸、柏、我孫子あたり、この中でも特に駅前が栄えている、そういう街です。ぜひ柏の街に買い物とか遊びにとか来た際に、皆さんも献血なんてどう？はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ献血やってみたいな、柏のルーム行ってみたいなというふうに思った方はいいねをお願いします。また他のルームもこれからどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。